安心ごときまして、今日は5月5日子どもの日というのに、お子さんちょっと少ないあの子どもの日だからこそ、あのどこか要素へね行かれてしまったのかもしれないですけど、そんな中皆さんはここ名古屋ドームをゴールデンウィークのお出かけの地に選んでいただきまして本当にありがとうございます。3日間ね連続で来ていただいている方もたくさんいらっしゃると思います。さあ昨日はドラゴンズちょっとねステージで盛り上げたんですけども、残念ながら負けてしまって、ちょっとねしょんぼりしながら帰ったよという方もねたくさんいらっしゃるかと思いますが、そんな気持ちを引きずらずに今日もこのステージから盛り上げていただいて、チアドラゴンズマスコットたちと一緒に元気いっぱいドラゴンズを応援してほしいと思います。皆さんのパワーが必要ですよ。元気ありますか皆さん、元気ですか。はい、ありがとう。ちびっこもでは早速このステージ今日も盛りだくさんで行っていきますが、まずはチアドラゴンズのオープニングダンスで始めたいと思います。チアドラゴンズでレッツダンスで拍手。Let's go.
のショーを行ったんですけども、今日はチアさんたちが登場します。チアドラゴンズと、横浜 DeNA ベイスターズのチアチームリアーナによる、対決ショーを行いたいと思います。そしてその後はいつも通り休憩コーナー DD 出得情報や、今日は、応援コーナーコンテストを、ね、こちらのステージで行います。そして最後に皆さんお待ちかねのチアドラゴンズとマスコットによるダンスショードリームスターズパーティーというふうに行っていきたいと思います。さあそれでは続いてのコーナー、アツヒロ先生の準備はいいでしょうか？ OK ですか？ちょっと待てと、まあ、どうなんでしょうね。昨日までちょっと微妙なお遊びショーをやってきましたから、今日はチアちゃんたちの力を借りてこのステージを盛り上げてくれるんじゃないかなと期待しておりますけど、ちょっと反省したんでしょうかね。どうなんでしょうか。はい、OK ということで、では私は先生お願いします。こんなでっかい、クレイングゲームを持っていまいち盛り上がらなかったので、ね、ゲームやりましたけど、今日はね、チアドラゴンズと、レースナーズのね、リアーナさんによる対決をちょっと行ってみたいなと思っております。まあ、ちょっといろんなゲームやろうと思ったんですけどね、なぜか色紙しかございませんね。まあまあこんなもんです。ということで早速始めていきたいと思うんですが、準備よろしいですか？はい、いいです。誰も返事してくれないんですけどね、なんか無視するんですよ、みんなね。準備いいですか？大丈夫ですか？はい、はい、で手を挙げてるのはチアドラできるリアーナさん、全く聞いておりませんけども、ね、まあ今日は天気もいいですし、この日ですし、子供の日ということで、あ、ちょっとお客さん、子供が増えてきましたね。はい、ということで、じゃあ早速始めたいと思います。リアーナ VS チアドラゴンズによるゲーム対決、拍手。はい、ありがとうございます。リアーナ、もうちょっと待て、カウントダウン、ちゃんとり違う、ちょっとバーク2人ずつ出てこい言うってさっき言ってたのにね、みんな出てきますから。はい、まずはチアドラゴンズ2名とディアナ2名、どうぞ。2名ずつですよ。はい、はいはい、もうちょっと前行きましょう、はい、じゃあ順番にこっちから渡そうと思ったんですけど、ちょっとね、ディアナさんの元気な挨拶から結構ね、チアドラゴンズもテンション上がるんじゃないかと思います。挨拶お願いします。はい、皆さんこんにちは、これぐらい元気にきっとやってくれると思います。チアドラゴンズどうぞ。皆さんおはようございます。おはようございます。ありがとうございます。いいですね、チアドラゴンズ2013 1年目の小西ひな子です。よろしくお願いします。やっぱりね、こっちから行った方がね、ね、釣られて元気になりますからね。さあ、まず最初のゲームをやってみたいと思うんですけれども、ちょっとお待ちください。はい、じゃあね、前もやったんですけどね、色紙1枚ずつ渡します。はい、1枚ずつ注目ください。はい、まずはね、ちょっとお互いのね、パートナー同士でね、どんだけ、もう何やるか何も説明しないもんですから、ものすごい不安になってますけどね。はい、じゃあ、これ1本ずつ、色かけないんで、何でもいいです。はい、じゃあね、前の2人前、最後の2人を後ろ下がりましょう。最後の2人を後ろ下がりましょうね。はい、もっともっと後ろ、壁にくっついてください。壁にくっついてください。はい、よろしいですか。後ろの2人がね、なんて答えるか、今から僕お題を出しますので、後ろの2人がなんて答えるかを当てるという答えになります。ごめんなさいね、お名前をもう一回教えてください。ゆりちゃん、ルリちゃんね、何回聞いても覚えれません。ね、自分のチームのね、チアも覚えてないですから、ルリちゃんが何て答えるかを連想して書いてください。はい、
そしてね、ちょっと待ってね、リナちゃん、リナちゃんね、リナちゃんが何て答えるかを連想して書いてください。ね、今からあるお題を出しますので、さあ、では行ってみたいと思います。ゲーム対決、お題は後ろの2人でね、今飼ってるかどうか別として、ペットを飼いたいなと思いました、ね、今からあるペットを飼いたいと思います。何を飼いますか。で、飼いたいペットを飼いてください。今例えば犬を飼ってるだったら猫飼いてもいいですし、亀さん飼いてもいいですし、何を飼うかを連想して書いてください。それではスタート。絵でもいいですし文字でもいいですよ。みんなキョトーンとしますけどね、お客さんとステージ上のみんなもキョトーンとしております。何のことか分かってないようですがね、これぐらいの方が面白かったりします。はい、よろしいですか。イラストとか描いてもらってもいいですよ。ちょっと答え見えちゃうか。はい、はい、ね、なるほど、ほう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 、いやいやいや、なるほどね、いいですね。ペットですよ、よろしいですか。凝りすぎちゃって困ってますよね、これね。すごい絵を描いておりますけれども。さあ、描けました。描けましたらまだ見せないようにお願いしますね。それでは行ってみたいと思います。ルーリーちゃん、はい、ルーリーちゃん、ルーリーちゃんがよろしいですか。なんて答えるかを連想して書きました。まずティアーラチームから、まだ見せないでくださいね、後ろは。はい、じゃあ前の方どうぞ。じゃじゃん、イグアナ。イグアナね、これイグアナの絵を描こうとしてちょっとね、とんでもない絵になってますけどね。これイグアナだそうです。さあ、それに対して、あ、まだ描いてますね、よろしいですか。じゃあちょっと前へ出てもらって、イグアナに対して正解はこちらです。じゃじゃん、スターマンだそうです。ね、いい答えですけどね、残念ながらベストチーム残念ながらポイントならず。さあ、続いてリナちゃんがなんて答えるかを当ててもらいましょう。どうぞ。じゃあ猫ね、猫という答えに対して、じゃあ前に行ってください。せーの、じゃじゃん、これ何ですか。ウサギだよね。猫といえば、ね、こんなに耳が長くないと。猫、猫らしいので猫正解。嘘、嘘らしいです、ごめんなさい、ね、ちょっとね、耳の長さが微妙にね、もうちょっと極端に長く書いてくれればよかったんですけどね。ということで、この勝負は残念ながらポイントならず痛み分けとなりました。引き分けです。はい、じゃあこの4名に拍手お願いします。後ろに置いておいてください。はい、あ、色紙を後ろに置いておいて、あ、後ろといた、持ってってください。はい、はい、ありがとうございます。さあ、続きましてまだあるんですよ、え、続いての2名ずつ登場してもらいましょう。どうぞどうぞ。続いて絵を描きます、絵を描きます、絵を描きます。はい、はい、よろしいですか。はい、じゃあ自己紹介、今の踏まえてこっちからいきましょう。元気よくできるかどうか。はい、どうぞ。皆さんこんにちは、チアドラゴンズ2013の加藤由衣です、よろしくお願いします。はい、お願いします。皆さんこんにちは、チアドラゴンズ2013若泉真帆です、よろしくお願いします。はい、お願いします。リアーナのよしみほです、よろしくお願いします。何でしょうか、そういう人でしょうか。違うドラ、次工夫しておいてくださいね。皆さんこんにちは、本日も元気いっぱい横浜全力少女のしおりです、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、ね、後ろからコールが起こっております。では、この対決はですね、今度絵を描いてもらおうかと思っております。ちょっと待ってくださいね。はい、じゃあ色紙を1枚ずつ取ってください。はい、はい、ペンの色は気にしないでください。もうちょっと前行きましょうかね。はい、今からあるお題を出します。お題の絵を、まあ横の人はあんまり見ないようにね、まず2人に描いてもらう絵は、そうですね、じゃあ奥からシャオロン、パオロンの絵を描いてもらいたいと思います。いいですか、シャオロンとパオロンですよ。さあ、
見たことあるかどうか記憶にございませんかっていうような顔しますが、スターマンの絵を2人には描いてもらおうと思います。想像で描いてください。よーい、スタート。相談しないようにね、相談しないように自分でもう大丈夫です。最悪はね、さっきのイグアナでも呼び下げましょう。失礼なこと言っておりますけど、あ、お客さん見せてる人がいます。隠してください、隠してください、ね、ヒントを与えないように、ね、あまり甘やかすとね、いいことございませんね。厳しくいきたいと思います。間違えてもいいですよ、そのまま続けてください。いいです、全然いいです。想像です、想像です。なるほど、結構すごいですね。これすごいメンバー選んじゃったかな。大丈夫かな。頑張ってくださいね。時間あんまりございませんので頑張ってもらおうと思いますが、さあどうでしょうか。もうちょっと時間かかりますか。はいはいはい、もうそろそろ。すごいなこれ。いや、ちょっと聞いていいですか。パウロンでしたっけ。パウロンね、はいはい、書けましたか。はい、よろしいでしょうか。はい。さあそれではね、まだ絵を隠しておいてくださいね。まずね、答え合わせでね、本人たちに登場してもらいたいと思います。ね、自分の絵とちょっとね、本人だけ見比べてください。まずシャオロン拍手。はい、そしてパウロン拍手。はい、そしてスターマンの登場です。もうね、何回目でしょうね。大将、はい、ありがとうございます。じゃあ一人ずつね、発表したいと思います。まずディアナチーム1名いきましょう。じゃあ、しおりちゃん、はい、真ん中まで来てください。はい、じゃあディアナチームからシャオロンです。どうぞ。じゃじゃん。おー、あ、おーという反応ですが、いいですか、どうですか。ね、なんとなくね、まあまあまあです。まあまあ、ね、なんとなくイメージは取られてると思いますね。はい、はい、じゃあちょっと、はい、じゃあ続いてね、パオロンさん行ってみたいと思います。これすごいっすよ、すごいです。パオロン期待してみとって、パオロンの、ね、絵を描いてもらいました。それではディアナチーム、パオロンの絵こんな感じです。どうぞ。どう反応してるんでしょうね。なんかね、ちっちゃい子供が描くとね、これで、ね、今僕パオロンって言ったかシャオロンって言ったかなと思って、もうすごいですよ ね。ある意味特徴は全くございません。はい、ありがとうございます。さあ続いてチャドラゴンズ、じゃあ2名同時に見せましょうか。スターマン真ん中来てください。スターマン真ん中でスターマンを挟んで、チャドラ2名が描いたスターマンの絵はこちらです。じゃあ、じゃあ、もうすっかり間違っております。これちょっとどうですか、いいじゃないですかね。結構可愛く描けてると思います。はい、ね、確かにスターマンでね、これちょっと前のどっかのチームのね、あれですよね。まあね、でもね、チアドラゴンズ始めて間もないですから、まだスターマンさんとね会うのも1回2回のことなので、スターというところから想像しましたということでね。はい、答えはこんな感じでしたが、ここはね、お客さんの拍手で決めたいと思います。まずですね、ギャラチームね、シャオロン可愛く描いてます。シャオロンちょっと違いますけどね、こちらの2人の合計得点と、こちら、すごく上手に描いてあります、全く違います。こちら2人の合計得点、どっちの方が上手に描けたか、これはベイスターズファンとかドラゴンズファンとか全く関係ございません。ディアナチームの方が上手に描けたと思う人拍手。はいはいはい、ありがとうございます。さあ続いてチアドラチームの方が上手に描けた。これもまあ引き分けですね。引き分けばっかりですけど、はい、ということで、この4名にまず大きな拍手でお送りください。ありがとうございました。はい、
ゃあシャロンパウロンスターマンは残っててもいいし、残ってますか、帰りますか。じゃあチアのメンバーはね、そのままペンも色紙も持って帰ってください。はい、まだね時間ちょっと押してるんですけどね、最後のコーナー、最後の対決、チアドラ2名とディアナ2名どうぞ。はいはいはい、あと2名、あと2名。こちら2回目の登場になりましたけど、2回目の登場ですが、初めて出てきたみたいな挨拶をお願いします。名古屋の皆さんこんにちは、はじめまして、横浜全力少女のしおりです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめまして。はじめまして。皆さんはじめまして、横浜からやってきましたルリと申します。よろしくお願いします。はい、横浜からやってきたわけで変な名前がございますけれども、さあ元気よくいきましょう。皆さん元気ですか？元気です。元気があれば何でもできる。チアドラゴンズ2013、2年目のドネームの上に。よろしくお願いします。ありがとうございます。皆さんこんにちは。こんにちは。チアドラゴンズ2013、二宮遥です。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。のこちゃんはいつからそんなキャッチフレーズがついたんでしょうね。今からね、最終決戦、今のところ引き分けできてますからね、この中の一番上手だった賞をチャンピオンにしたいと思いますので、そのチームが優勝となります。何をやってもらうかというと、ドアラのモノマネ対決です。4名のうち誰が一番上手にできるか、皆さんの拍手でまた決めたいと思いますので、はい、では先行ドラゴンズチームからいってみたいと思います。ドアラのモノマネ真ん中でお願いします。チャオロンさん、チャオロンさん、そこに座るとね、邪魔です、ね、センター取らないようにね、サイドに連れて行ってくださいね。はい、じゃあののちゃんから真ん中で。ののちゃん、ののちゃん、よろしいですか。ちょっと待ってくださいね、せーのって言った方がいいよ。はい、じゃあせーのでいきます。ドアラのモノマネ、ののちゃんです。せーの、スタート。終わりですか？まだ行きますか？いいですか？ね、そんな感じらしいです。まあよくね、あの時間がない時間がないってよく言ってますよね。グリーティングシェルというね、あのもうお客さんがいっぱい並んじゃうと、こうやってるのは特殊扱いに出たと思いますが、その後はよく分かりませんでした。さあ続きましてどちら行きますか？もう両方一緒にやる。あ、一緒にやる。そしたらこっちはもう合計でやるそうなので、頑張りましょう。名前忘れました。はるかちゃん、はるかちゃん、はるかちゃん、いきますよ。ドアラのモノマネスタート。結構テンション高い時のドアラのモノマネ。ドアラさん、こうやる時もあるまで肘を持ってこうやってやる時もありますよね。さあ、というのがドラゴンズチームでした。さあ、レッサーチームはなんと2人で合同でやるそうです。さあ、それではセンターでお願いします。あ、センターじゃなくていいんですよ。はい、パロンさんちょっと触りましょうか。お、なんかバク転でもやるんでしょうか。さあ、それではお願いします。やっぱりね、パフォーマンスとしてはだいぶ負けてますね。すごい、拍手。素晴らしい。はい、じゃあ皆さん前に来てください。はい、じゃあね、今の多分2人やったからね、もう勝てないと思うので、これちょっと、これ本当にね、どちらかに拍手をお願いしますね。ドラゴンズチームが上手にできました、もしくはレスターズチームが上手にできました、どっちか一つですよ。ドラゴンズチームの方が上手だったと思う人。はい、ありがとうございます。それでは、ベイスターズチームが挑戦だと思うしょ。あ、これも完璧にね、お手きながらあっぱれでございます。ということで、ディアナチームの勝利。はい、ありがとうございます。じゃあ、皆さんね、今の2人を見るときにね、あんまり変な目で見ないようにお願いしますね。いやエンターテイナーですね、素晴らしいと思います、ね、そんな感じでね、今日今のゲーム対決ではね、ディアーナさん勝利しましたけども、
野球はね、昨日残念ながらちょっとドラゴンズ負けましたけど、今日こそはね、やってくれますよ、ね、きっといい試合ができると思います。サモンもよろしくお願いしますね。はい、ということでこのコーナー終わりたいと思います。ありがとうございました。